フランケンシュタインの内表紙。フランケンシュタインはイギリスの小説家メアリー・シェリーが1818 18年3月11日に匿名で出版したゴシック小説。現代はフランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス。フランケンシュタインは同書の主人公であるスイス人科学者のせいである。今日出回っているものは1831年の改訂版である。 多くの映像化作品が作られ、本書を原案とする創作は、現在も作り続けられている。シェリーは1814年にヨーロッパ大陸へ行っており、ラインーに沿っても旅行して、フランケンシュタイン城から1 7トルしか離れていないゲルンスハイムにも寄っている。後に、彼女はジュネーブへも寄る旅行をしている。1816年5月、メアリーは後に、 夫となる詩人のパーシー・ビッシュ・シェリーと駆け落ちし、バイロンや、その先族医のジョン・ポリドリラと、スイス・ジュネーブ近郊のレマンコハンにあるディオダティソーに、滞在していた。長く降り続く、雨のため屋内に閉じ込められていた折、バイロンは、皆で一つずつ回帰間を書こうと提案した。メアリーはこの時の着想を膨らませ1816年頃に、執筆開始。 1818 18年3月11日に匿名で出版した。ゴシック小説の代表であるが、同時にロマン主義の小説とする見方もある。初簡体小説の形式も取る。科学技術を背景とする着想が見られることから、最初の SF 小説とする評価も生まれた。小説は、イギリス人の北極体験隊の隊長、ロバート・ウォルトンが、 アネマーガレットに向けて書いた手紙という形式になっている。ウォルトンはロシアのアルハンデリスクから北極点に向かう途中、北極海で衰弱した男性を見つけ、彼を助ける。彼こそがビクター・フランケンシュタインであり、彼がウォルトンに自らの体験を語り始める枠物語である。スイスの名家出身でナポリ生まれの青年、フランケンシュタインは、父母と 弟ウィリアムとジュネーブに住む。父母は、イタリア旅行中に貧しい家で幼女のエリザベスを見て、自分たちの幼女にし、ビクターたちと一緒に育てる。科学者を志し、故郷を離れて、ドイツバイエルンの名門のインゴルシュタット大学で、自然科学を学んでいた。だが、ある時を境にフランケンシュタインは、生命の謎を解き明かし自在に操ろうという野心に、取り憑かれる。そして、 狂気すらは、ランダ研究の末、理想の人間の設計図を完成させ、それが神に背く行為であると自覚しながらも計画を実行に移す。自ら墓を暴き人間の死体を手に入れ、それを繋ぎ合わせることで11月のわびしい夜に、怪物の創造に成功した。誕生した怪物は、優れた体力と人間の心、そして知性を持ち合わせていたが、細部までには再生できておらずに、 筆舌に尽くしがたいほど要望が醜いものとなった。そのあまりのおぞましさにフランケンシュタインは絶望し、怪物を残したまま故郷のジュネーブへと逃亡する。しかし、怪物は、強靭な肉体のために生き延び、野山を越え、途中、神の業である言語も習得して雄弁になる。やがて遠く離れた、フランケンシュタインの元へたどり着くが、自分の醜さゆえ人間たちからは忌み嫌われ、 迫害されたので、ついに弟のウィリアムを怪物が殺し、その殺人犯として、家政婦のジュスティーヌも公死刑になる。孤独の中事故の存在に悩む怪物は、フランケンシュタインに対して、自分の伴侶となる古い性の怪物を一人、作るように要求する。怪物はこの願いを叶えてくれれば二度と人前に現れないと約束する。フランケンシュタインは、 ストラスブルクやマインツを経て、友人の蔵、バルンに付き添われて、イギリスを旅行し、ロンドンを経て、スコットランドのオークニー諸島の人里離れた小屋で、もう一人の人造人間を作る機器を備えて作り出す、作業に取りかかる。しかし、さらなる怪物の増加を恐れたフランケンシュタインはもう一人、作るのをやめて、怪物の要求を拒否し、危機器を海へ投げ出す。怪物は同伴者の友人。 クラーバルを殺し、海からアイルランド人の村に漂着したフランケンシュタインはその殺人犯と間違われて、牢獄に入れられる。この殺人罪が晴れて、彼は故郷のジュネーブに戻り、父の配慮で幼女として一緒に育てられたエリザベスと結婚するが、その夜、怪物が現れて彼女は殺される。想像したる人間に絶望した怪物は、復讐のためフランケンシュタインの友人や妻を、 次々と殺害したことになる。憎悪に駆られるフランケンシュタインは怪物を追跡し、北極海まで到達するが行く手を阻まれ、そこで、ウォルトンの船に拾われたのだった。すべてを語り終えたフランケンシュタインは、怪物を殺すようにとウォルトンに頼み、戦場で息を引き取る。また、ウォルトンは船員たちの安全を考慮し、北極点到達を諦め、帰路につく。そして、 想像主から名も与えられなかった怪物は、想像主の遺体の前に現れ、フランケンシュタインの死を嘆く。そこに現れたウォルトンに、自分の心情を語った後、北極点で自らを焼いて、死ぬために北極界へと消える。怪物のその後は誰も知らない。英語においては、フランケンシュタインは、自ら想像したものに滅ぼされるもの、自ら撒いてしまった呪いの種といった、 意味の簡易多くとしても使われている。1931年映画版のフランケンシュタインの怪物本作の怪物には固有名詞がなく、また主人公、ビクター・フランケンシュタインは、一回の大学生で博士号は持たない。元来この怪物は、極めて知的で、たった数ヶ月で複数の言語を独学でマスターするほどであった。しかし、後世の映像化、創作、パロディ作品では、 主人公が博士であったり、怪物の知性が低い、あるいは生まれつき凶暴とするなど、原作とは、かけ離れた本案がなされている例が多い。特に、1931年にユニバーサル・ピクチャーズが制作した映画、フランケンシュタインにおいて描かれた怪物は、いかつい不気味な大男で、全身の皮膚に、 人造人間であることを意味する縫い目があり、特徴的な四角形の頭部といったビジュアルであった。これが後世に典型的イメージとして広く定着し、また本来はフランケンシュタインによる怪物であるはずが、いつの間にか怪物自身を指してフランケンシュタインと呼称されるようになった。プロメテウスはギリシア神話において人間に火を授け、一説には人間を創造したとも、 言われる神のこと。詳細は当該ページを参照。フランケンシュタインは、怪物の名前として定着しており、小野俊太郎のように創造者を、ビクターとし、非造物を、怪物と分ける者も,もいる。マーチン・ギャレット著、メアリー・シェリーメアリー・シェリー、フランケンシュタイン・森下由美子役、東京草原社、草原推理文庫、2009年4月3日。 298から323ページ。ISBN 978から4から488532017。振道順子による解説。フランケンシュタインの過去、現在、未来のお味噌を取り出しやすくするために、監督のジェームズ・ホエールが考案したものとされる。ありがとうございます。